は今日はね、ずっとお部屋が片付いてなかったので、お部屋を片付けましたって言っても、まだ全然片付いてないんですけど、ね、キャリーバッグを直すのってほんとめんどくさいですよね。そう、私インフルエンザになった日から、いや本当はあのね、地元から帰ってきて、地元からね、そのまま坊ちゃんのお稽古だったんですよね、ちょっと前。そうで、そのまま成人式のためにまた東京に、なんで汚れてんの、成人式のためにまた東京に来てみたいな感じだったんで、ずっとねインフルエンザで動けなかったので、そのままだったんですよ、あのあれが、キャリーバッグが。でも片付けないとなぁと思って、へい、久石さん、ハートありがとうございます。体入るくらい、まあ入りますね。まあ入りますよね、そりゃ。さあ皆さん、どうでしたかでしょうか、ここ数日間。もう東京公演が迫ってきて、明日は
明日は、私どこにやったんだっけ。カルボチステインとタルミナキサムさんが全部なくなったんだけど、なんで。その前に明日は公演です。久々ですからね、ちょっと頑張りますけど、AKB に詳しくないけど、イブシさんが加入資格で2年前でしたが、一人くらいより一つあり、いるだろうね。オムライスさん、ファイトスタンプありがとうございます。いや、本当にわかんないんだよね。あのゲームちょっと難しくて、手に負えない。ゲル劇場行ってみたいけど抽選はな、意外と当たるよ意外と当たるよ。そんなね、応募してみないと当たるかなんて分かんないですから。今のは当たってたのに忘れてた。あらー、また来ればいいんですよ。そういうこと、そういうこと。6文字、6、悪魔の数字。
裏側ばっかりあるんだけど。元気ですか？まだ全然全開じゃないですね。本当どこ行ったんだろう。やるちゃん、会長さん、花束ありがとうございます。まあ、ありあわせで言いますか。院長さん、バラありがとうございます。人間気の緩みで大切です。大切です。とても大切よ。
いや。こんばんは。こんばんは。さあ、この辺で終わんないと、私は。うん、おじいちゃん、夕飯何食べたっけな。何食べたっけ。いちご、いちごとクリーム夕飯じゃない、何食べたっけ。あ、イカ明太がもう食べなきゃいけなかったから、イカ明太ご飯をもりもり食べた。おじいちゃんね、今日は日本はくっそ寒かったよ。あ、寒かったね、今日。ちょっと部屋の中いたからあれだけど、寒かったは寒かった。でも私も最近春ワンピを探しに始めましたよ。春のね、ワンピがめっちゃ可愛いんですよ。とりあえずカートに入れてる、全体的に。お洋服も断捨離せねばと思ってます。でもめっちゃ安くなってて、今ちょっとセールって感じでセールって感じ。だいたい白ですね、白ワンピ。白ワンピって可愛いよね。いや、いろんな白ワンピを見ちゃいますよ。春と夏でいけるやつをね、割と探してますけどもうね、今年の春まで忙しいと思いますので、そう、
夜まで忙しいと思うから、とりあえず春ワンピ持っててもあれかと思って、夏に行けるやつを探してます。もうもはやめっちゃセール合ってる。 ZOZO タウン、ゾゾタウンです。でも私ね、いつかちょっとわかんないけど、4、5、6月かな、わかんないんだけども、はとこが結婚式あげるから、結婚式のドレスというものを持ってないので、でもこれから必要になると思う。友達がみんな結婚していくからね、だからそういうのも探さないといけないという年頃になってまいりました。さあちょっとランキング読もうかな。この後もね、ちょっと予定がありまして、終わります。今何分ぐらいしたかな、全然して、30分ぐらいしたできたかな。3等分ぐらいできたかな、できたかにゃん。そうです、あ、できましたかね。それではちょっと明日は公演なんですが、頑張ります。明日はきょんちゃんの生誕祭、明後日はルンバの生誕祭です。すごい生誕祭り、頑張ります。13位キラリさん、12位サシさん、11位梶原智博さん、10位オムライスさん、9位フロストさん、8位大木正義さん、7位アメさん、6位ケンパさん、5位つむじかでさん、4位横井よしさん、3位 MT07 さん、2位ベルちゃん会長さん、ミサノは1位アネさん、ミサが最高でした。ということで終わります。明日のチームメイト福岡県代表大ご出演、明日カレンいるの、あ、そうなん、あさってしかいないと思った。それじゃ2004人の皆さん、本当にありがとうございました。終わります。バイバーイ。